ハリウッドスター、ウィル・スミスが日本の卵サンドに驚きの反応を示しました。この日本訪問は、2022年3月27日に開催された第94回アカデミー賞授賞式での騒動後、気分転換のために行われたものでした。アカデミー賞授賞式での事件があって以来、俺はすっかり落ち込んじまった。でもずっとこのままじゃ良くないと思ったから、ある時気分転換のためにお忍びで日本旅行することにしたんだ。とウィルは語ります。なぜウィル・スミスは日本に来ることを選んだのでしょうか？そこにはある特別な理由がありました。日本を選んだ理由は、事件があった際に自分のことを受け入れてくれた唯一の国であることに加え、SNS を通じて大きな話題となり、外国人観光客の間で人気が急上昇していた日本のグルメ、卵サンドを食べることでした。俺はもともと日本という国が大好きなんだ。日本にはこれまで何度も訪れたことがあるが、その度に美しい街並みや豊かな自然、そして礼儀正しくて親切な日本人の姿に感動してきた。もちろん日本の食べ物も大好きで、特に寿司やラーメンは日本を訪れるたびにあちこちの名店を食べ歩いたほどさ。でも最近 SNS で話題になってる卵サンドは、実は一度も食べたことがなかったんだ。ウィルは日本に到着すると、早速コンビニの卵サンドを買って食べてみました。一口食べた瞬間、俺は思わず、おいおい、マジかよって叫んだよ。正直これほどのクオリティの食べ物がどこにでもあるコンビニで、しかもたった3ドル程度で買えることが信じられなかった。その後、ウィルは友人の案内で築地の老舗、築地小炉を訪れ、名物の小炉サンドトーストを味わいました。出汁のたっぷり入った厚切りの卵焼きはふわふわでとてもジューシーで、一口頬張ると口の中にこれでもかというほど深い出汁の風味があふれ出すんだ。焼きたて熱々のトーストとあえて冷ました卵焼きが作り出す独特のハーモニーも、はっきり言って素晴らしかった。なんていうか、これこそ幸せの味だと思ったよ。ウィルの卵サンドへの探求は続き、銀座の喫茶アメリカンでは驚くほどボリューミーな卵サンドに出会いました。この卵サンド1人前にはなんとパン1斤、卵10個が使われているそうだよ。見た目のインパクトもさることながら、味も最高だったね。日本滞在中、念願だった本場の卵サンドを心ゆくまで堪能したウィルは、帰国後も日本で味わった卵サンドの味が忘れられず、こう語っています。なぜ米国には卵サンドがないんだ。アカデミー賞授賞式での事件をきっかけに世界中が俺を非難している気がして落ち込んでいた時、日本人だけが俺の味方をしてくれた。そのおかげで俺はとても救われたし、彼らへの感謝の気持ちはきっと今後も忘れることはないだろう。もちろん、あの頃に日本で初めて出会った卵サンドの優しい味もね。ビンタ事件の裏側、ウィル・スミスへの日本人の意外な反応。ウィル・スミスが日本の卵サンドに感動したのは、実はアカデミー賞授賞式での騒動後のことでした。2022年3月27日、第94回アカデミー賞授賞式の会場で、ウィルは前代未聞の行動をとってしまいます。その夜、ウィルは妻のジェイダ・ピンケット・スミスと共に出席していました。プレゼンターを務めていた人気コメディアン、クリス・ロックが軽妙なトークで会場を沸かせる中、ジェイダを見つけ、こう呼びかけたのです。ジェイダ、愛してるよ。早く G.I. ジェーン2が見たいもんだね。この発言の意図を理解するには少し説明が必要かもしれません。G.I. ジェーンとは1997年に公開された映画で、主演のデミ・ムーアが丸坊主になったことで話題を呼びました。その日のジェイダも丸坊主だったため、クリスは軽口のつもりでこのジョークを言ったのです。しかし、ジェイダは実は脱毛症を患っており、その髪型は自身の意思で選んだものではありませんでした。クリスの発言に対し、ジェイダは怒りを押し殺したような表情を浮かべます。その様子に気づいたウィルは、突然立ち上がりクリスに向かって歩み寄ると、強烈な平手打ちを食らわせたのです。そして席に戻ると、俺の妻の名前をそのクソ汚え口から出すな、と叫びました。この行動はアメリカ国民から厳しい批判を受け、アカデミーはウィルに対して10年間のアカデミー賞関連イベントへの出席禁止処分を下しました。しかし、この騒動に対する日本人の反応は、他国とは少し異なるものでした。驚くべきことに、多くの日本人がウィルの行動に理解を示し、むしろ共感する声が上がったのです。病気で仕方なく髪型を変えているジェイダに対して、クリスの発言は全然笑えない。あれこそ言葉の暴力だ。公衆の面前で愛する妻にあんなことを言われたら、ウィルが怒るのは当然だと思う。ウィルに対しては、よくやった、と言いたい。このような意見が日本では多く見られました。もちろん、
暴力行為自体は批判されましたが、多くの日本人がジェイダやウィルの心情に寄り添い、ある程度の理解を示したのです。日本人のこのような反応について、ウィルは後にあるインタビューでこう語っています。俺はあの時の自分のした愚かな行動を深く反省している。ただ、日本の多くの人々が共感を示してくれたことは正直言ってとても嬉しかったよ。この予想外な日本人の反応に救われた思いをしたウィルは、気分転換と感謝の気持ちを込めて日本を訪れることを決意しました。そして、この旅で彼は思いがけない形で日本の魅力、特に卵サンドの美味しさに触れることになるのです。アカデミー賞授賞式での事件をきっかけに世界中が俺を非難している気がして落ち込んでいた時、日本人だけが俺の味方をしてくれた。そのおかげで俺はとても救われたし、彼らへの感謝の気持ちはきっと今後も忘れることはないだろう。もちろん、あの頃に日本で初めて出会った卵サンドの優しい味もね。このように、ウィル・スミスにとって日本訪問は単なる観光旅行ではなく、自身の行動を振り返り、新たな出発点を見出す貴重な機会となりました。そして、その過程で出会った日本の卵サンドは、彼の心に深く刻まれる特別な存在となったのです。ローソンから築地小路まで、ウィル・スミスの東京卵サンド巡り。ウィル・スミスの日本での卵サンド体験は、コンビニから始まりました。彼が最初に訪れたのは、日本のコンビニエンスストアの中でも特に卵サンドが美味しいと評判のローソンでした。一口食べた瞬間、俺は思わずおいおい、マジかよって叫んだよ。とウィルは興奮気味に語ります。正直これほどのクオリティの食べ物がどこにでもあるコンビニで、しかもたった3ドル程度で買えることが信じられなかった。まるで作りたてのようにフレッシュだし、クリーミーな卵とふわふわのパンとの相性もバッチリで、まさに絶品の味だったよ。ローソンの卵サンドの美味しさに感動したウィルは、他のコンビニの商品とも食べ比べてみたくなりました。次はファミリーマートの卵サンドを買って食べてみたんだが、驚いたことにこれまたローソンに負けず劣らずの甘さだったよ。マヨネーズと卵がたっぷり贅沢に使われていて、大きめにカットされた白身の食感も素晴らしかった。もし君がマヨネーズ好きで濃厚な味わいを堪能したいなら、俺は迷わずこっちの卵サンドをおすすめするね。コンビニの卵サンドに感動したウィルでしたが、彼の卵サンド探求の旅はここで終わりませんでした。友人の案内で、彼は築地にある老舗の卵焼き専門店築地小路を訪れたのです。築地小路は大正13年創業の名店で、新鮮なこだわりの卵に秘伝の出汁を合わせ、職人たちが熟練の技で4層に巻き上げる卵焼きで有名です。特に冷ました卵焼きを分厚くカットしパンに挟んだ小路サンドは名物として知られています。ウィルが注文したのは店のオリジナルメニューである小路サンドトーストでした。これは最近外国人観光客向けにアレンジされたメニューで、注文が入ってから小路サンドをトースターでこんがり焼き上げるというものです。この店のものは卵焼きサンドといった方がふさわしいのかもしれないが、とにかくコンビニで買って食べた卵サンドとは違った意味で衝撃だった。とウィルは興奮気味に語ります。出汁のたっぷり入った厚切りの卵焼きはふわふわでとてもジューシーで、一口頬張ると口の中にこれでもかというほど深い出汁の風味があふれ出すんだ。焼きたて熱々のトーストとあえて冷ました卵焼きが作り出す独特のハーモニーもはっきり言って素晴らしかった。なんていうか、これこそ幸せの味だと思ったよ。ウィルの卵サンドへの探求心は止まることを知らず、彼は銀座にある喫茶店喫茶アメリカンも訪れました。この店は一見するとただの個人経営の喫茶店ですが、すごく個性的な卵サンドが名物で、インスタグラムでも東京で行くべきお店として紹介されていたそうです。ここの卵サンドはとにかくボリュームが半端ない。とウィルは目を丸くして語ります。まず嘘みたいに厚く切ったパンで、マヨネーズであえた卵をたっぷりサンドする。そしたら次はそいつを半分にカットして断面が上になるように置き、さっき挟んだのと同じ卵をさらに追加でドカッと豪快に乗っけるんだ。この卵サンド1人前にはなんとパン1斤、卵10個が使われているそうだよ。ウィルは続けます。ここの卵サンドを実際に目の当たりにしたら、誰だって俺と同じようにわおって驚くだろうね。それくらいインパクト満点のとんでもない見た目なんだ。そして肝心の味についても最高だったよ。マヨネーズであえた卵の味はすごくフレッシュで濃厚だし、パンも近所の専門店から朝と昼に焼きたてを仕入れているらしく、柔らかくてふわふわなんだ。ここで話題を日本の卵サンドが海外で人気となった背景に移しましょう。
日本の卵サンドが海外で人気となったきっかけの一つは、2020年に開催された東京オリンピックです。その際に取材で来日したある海外の記者が SNS に卵サンドを絶賛する投稿をしたところ、大きな反響を呼びました。その後、コンビニ各社の卵サンドを食べ比べる動画なども話題となり、やがて外国人観光客の間で日本で食べるべきグルメの一つとして認知されるようになりました。特に、築地松露のような老舗店の卵焼きを使った高級感のある卵サンドや、キッズアメリカンのようなボリューム満点の個性的な卵サンドは、インスタグラムなどの SNS で頻繁に取り上げられ、多くのいいねを集めています。外国人観光客の間で日本の卵サンドが人気を集める理由はいくつかあります。まず、その手軽さと美味しさの両立が挙げられるでしょう。観光で忙しい合間にも、コンビニで高品質の卵サンドを手に入れられるのは、外国人にとって大きな魅力です。さらに、日本の卵サンドの見た目の美しさも人気の秘密です。綺麗にカットされた断面は、まさに SNS 映えする絶好の被写体となっています。築地松露のような老舗店の卵焼きを使った高級感のある卵サンドや、キッズアメリカンのようなボリューム満点の個性的な卵サンドは、インスタグラムなどで頻繁に取り上げられ、多くのいいねを集めているのです。日本独自のアレンジも、外国人を魅了する要因の一つです。出汁を効かせた卵焼きを使用するなど、日本ならではの味わいが楽しめることが、他国にはない魅力となっています。価格の手頃さも見逃せません。高級店のものでも、他の日本食と比べると比較的リーズナブルな価格で楽しめるため、多くの観光客が気軽に試すことができます。そして、コンビニの手軽なものから老舗の高級なものまで、幅広い選択肢があることも、日本の卵サンドの魅力を高めています。様々な価格帯や味わいの中から、自分好みの一品を見つける楽しさも、外国人観光客を引きつけているのでしょう。このように、日本の卵サンドは単なる軽食を超えて、日本の食文化を代表する一つのアイコンとして海外でも認知されつつあります。ウィル・スミスのような世界的セレブリティが絶賛したことで、さらにその人気に拍車がかかることは間違いないでしょう。ウィルは米国に帰国した後も、日本で食べた卵サンドの味が忘れられなかったといいます。この国には卵焼きの専門店も卵サンドを売っているお店も見当たらない。仕方ないから少しでもあの味に近いものを求めて高級店と言われる寿司屋を巡ってみたんだ。寿司屋というのは確かに聞いた通り卵焼きもこだわりを持って作っているようで、どの店でもハイレベルだったよ。でも結局、俺があの時に日本で感動した卵サンドに匹敵する味には出会えなかったよ。ウィルの言葉は、日本の卵サンドの独自性と魅力を端的に表現しています。それは単なる卵とパンの組み合わせではなく、日本の食文化と職人技が凝縮された、まさに和の味なのかもしれません。日本の卵サンドは寿司以上、海外ファンが語る驚きの理由。ウィル・スミスの日本の卵サンドへの絶賛は、海外でも大きな反響を呼びました。多くの外国人ファンが自身の日本での卵サンド体験を語り始めたのです。あるアメリカ人女性は、こんなコメントを残しています。私も日本旅行した時、コンビニの卵サンドにハマって、滞在中はほぼ毎日食べてたわね。あの美味しさをぜひ家族にも教えてあげたくて、帰国後にレシピを調べて作ってあげたの。正直、私が日本で食べた卵サンドとは比べ物にならない出来だったけど、それでもみんなに大好評で、あっという間になくなってしまったわ。また、イギリス人の男性は日本のマヨネーズの重要性を指摘しています。やはり本物の卵サンドを作るためには日本のマヨネーズが欠かせないと思うな。他の国のものとは味が全然違うから代用できないんだ。以前日本へ旅行した時のお土産として料理好きの友達にあげた時も、すごく喜ばれたよ。興味深いのは、ウィル・スミスのアカデミー賞での騒動に対する日本人の反応を評価する声も多かったことです。ある外国人は次のようにコメントしています。僕は昔からウィルのファンで、あの事件でみんなが非難してる時もそこまで悪い人じゃないって思いながら口には出せなかった。だからあの時に彼を擁護してくれた日本の方々には心からありがとうと言いたいね。今こうして彼の元気な姿が見られるのも、きっとあなたたちが応援してくれたおかげだよ。また、日本人の対応の仕方に感銘を受けたという声もありました。日本人の知り合いが言ってたことだけど、いかなる暴力も許さないのなら言葉の暴力も許すなって言葉には、なるほど確かにそうだなと思ったよ。
まあ実際どこから言葉の暴力とみなすかってなると難しいところだけどね。このようにウィル・スミスの日本での卵サンド体験は単なる食べ物の話題を超えて日本文化や日本人の考え方に対する海外からの関心を高める結果となりました。日本の卵サンドは今や寿司やラーメンと並ぶ日本の魅力的な食文化の一つとして世界中で認知されつつあります。かつてアカデミー賞授賞式で前代未聞の事件を起こし窮地に立たされていたウィル・スミス、そんな時に彼が日本の文化に癒され日本人の言葉に救われたという事実は私たちに日本の持つ力を再認識させてくれました。同時に日本独自の卵サンドが世界中の人々に愛され感動を与えているという事実は私たち日本人にとっても誇らしいことではないでしょうか。この騒動を通じて私たちは改めて日本の魅力を見つめ直すきっかけを得ました。そしてその魅力が世界に認められていることを実感できたのです。これからも日本の食文化や伝統、そして人々の温かさがウィル・スミスのように世界中の人々の心を癒し新たな感動を生み出していくことでしょう。今回のお話は以上となります。今回も最後まで動画を視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。